これは、アプリをね、ヤマハの今からね、ちょっと USB をね、つけていきたいなと思います。今ちょっとね、ここの前の方ね、バラして、まあ、USB、これはあの100均でね、買ってきた USB の、まあ、1アンペアのね、使えるやつで、これちょっと線つけたのはちょっと他でちょっと使ったやつね、使い回しますんで、この先端がまあプラスで横がマイナス、この電源を取るのがスピードメーターね、ここあって、スピードメーターのランプがここにあるんですけど、これのまあ線ちょっと見ていったら、ここにコネクタありますんで、これあのキーをね、まあ、回しただけでオンされる電源になってるんで、今からちょっとやっていく作業の中で、このコネクターの本体側の方、こちら側のね、プラスマイナス、一番先ちょっとテスターで見て、あの茶色とね、黒、黒がマイナスで、まあ、茶色があのプラスになってますんで、ここのピンを一旦抜いて、でピンに、配線を、まあ、ハンダ付けして、もう一度ここにピンを組み込んで、まあ、コネクタ自身はね、このまま使って、プラスマイナスの線がこのピンの中から出るように、ちょっと今から作業していきますんで、まあ、作業の間はちょっともう動画止めますんで、またつけたらね、また動画撮りますんで、うん、で、まあ、USB 的にはあの内側のこの横のね、この辺に来るようにちょっと穴を開けて、でまあつけていきたいなと思いますんで、まあそんな感じです。